何担当だったんでしたっけ。何やろ、やさぐれ。キュートにって言われたのほんまに初めてかもしれない。あ、おっと、ありますよね。はい、あれは仕方ないですよ。ケーキ食べてもそれも泣く。みんな何かしらのオタクやったんですけど、結構はい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 、みんな弱かったですね。みんな弱い。もう泥試合ですね。泥試合。はい。夜間とアイドル。はい、どうも、スターダストの給湯室育ち夜間くんでございます。早速本日のゲストをお呼びいたしましょう。こちらの方です、どうぞ。こんにちは、元たこ焼きレインボーの堀くるみです。よろしくお願いします。なんと関西より堀くるみさんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。堀さんはですね、はい、今は地元関西でご活躍中ということで、はい、ABC テレビのおはよう朝日土曜日ですのリポーターとしておなじみでございます。ありがとうございます、ね、こちらね、いろいろやられてます。まあ、お仕事で関西の観光スポットや、ね、グルメスポットもかなり訪れているとは思うのですが、はい、印象的だった場所とかってありますか。うわ、どうやろな、関西も行くんですけど結構県外にロケ行かせていただいたりもするんですけど、はいはいはい、一番楽しかったのはやっぱり北海道かな。結構遠くに行きましたね。北海道。北海道どちらに行ったんですか。北海道トマムのなんかクラブメットっていうホテルがあるんですけど、そこに取材行って、なんかもうビュッフェが豪華すぎてイクラ丼3回おかわりしました。まあ美味しいもの食べたっていうのもあるし、まあ、ちょっと遠く行けたっていうの楽しさもありました。え、北は北海道。北は北海道。南はどちらの。南は今度沖縄に行きます。いいですね。はい、多分もうこれ出てる時にはオンエアされてると思うんですけど。で、私もね、あのこの前堀さんにはお会いしたんですけども、それはもう有楽町線の中なんですけども、ああの関東近郊では豊島園のね、はい、あの庭の湯の広告でよく見かけしているという方もいると思うんですけども、はい、そう、私もこの前普通にね、夜間なんですけど有楽町線に乗るんですよ。夜間が？夜間がこれが？はい、これが不思議な世界線ですね。誰かが持てれば乗れるんです。あ、そういうことか。そういうことです。なるほど。で、有楽町線でこう広告を見ていたら、はい、ちょっとお風呂のシーンがある。あ、パパ、これ誰だって思ってた。あれ、堀さんだって。僕持っててくれた人に、これ堀さんじゃない、本当だ。かなりびっくりした。そうなんです、ありがとうございます。今広告に出させていただいてます。そうですね、結構長いことなんか載せていただいてて、今でもあの DM とか Twitter とかであの堀ちゃんの CM 流れてたよっていうのを教えてくださったりします。ああ、うん、これね、有楽町線よく見られるので、ね、ありがとうございます。私が見たのは有楽町線。あ、夜間は夜間は有楽町線で、有楽町線なんや。はいはい、特定されますよ。そうそう、有楽町そんな乗んないんですけど。そんな乗らないんかい。乗った時に見たって。ありがとうございます。はい、はい、まだ見てください皆さん。はい、まだ見てない人もね、ぜひぜひ見れる人がいかでもあると思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。さらに堀さん舞台でもご活躍中ということで、今回ね、9月6日に東京キネマクラブで、ね、上演される東京ヤカランドボリューム3ウグイス谷のバラにへの出演も決まっております。ありがとうございます。これはどんな感じでお話がいったんですか。いや、なんかこういうイベントあるんですけどどうですかって、歌ったりもあると思いますみたいな。でも久しぶりなんですよね、多分皆さんの前で、しかも東京でやるのはほんまに久しぶりで、なんかあの去年の冬に生誕イベントは大阪でやったんですけど、その時もちょっとしか歌わなかったので、まあ、今回は多分がっつりだと思うのでめっちゃ楽しみです。そうです、出演者の方もまあ結構な方々がいらっしゃると思うので、うん、久しぶりに会う人ばっかりでめっちゃ嬉しいです。緊張とかはしないですか。緊張しない。ゆずきちゃんは久しぶりに会えるので嬉しいです。なるほど、うん、この話もね、後ほどたっぷりと伺っていけたらと思いますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。450時間ぐらいやってます。すごいですね。めちゃくちゃハマっちゃいましたね。この番組は深澤くん、テラミーさん、過激派ゴリラちゃん、
さとみさん、グッチーさんの提供でお送りしました。皆さんありがとうございました。バイバーイ。